今ね、そう思ったでしょ。コナンポンタンチスカポンタンがありのままで今まで結婚できてないから今独身なんちゃうか。夢を見るのは寝てる時だけにしましょう。全然出会いがない。やばい、このままじゃ一生生きてるかも。力が欲しいか。え、今すぐに結婚できる力が欲しいか。欲しい、力が欲しい。じゃあダイエットして男受けする服を買って、美容院に行って料理を練習して、相談所に入って高望みせずにどんどんお申し込みしなさい。あ、そういう感じなんだ。婚活アドバイザー刈谷雅宏です。婚活アドバイザーの豊田です。せーの、結婚物語チャンネル。はい、ということで今回は、はい、結婚相談所に入らずに結婚できる方法についてお話ししていきたいと思います。はい、結婚したいっていう男女に、うん、じゃあ結婚相談所入ったらって言ったら、うん、よくこう言われるんですよね。で、そこまでしてっていうか、自然な出会いで結婚したいんだよね。出たー、自然な出会い一心境。あれか、電車でおっさんに絡まれたのをイケメンが助けてくれて、そいつが取引先の担当やった的なあれか。それとも何か、社内で一番可愛い女の子と諸事情により同じ部屋に住むことになる的なあれか。要するにあれやろ、君らの言う自然な出会いって自分の好みのタイプがふって湧いたように出てきて、その人が勝手に自分を好きになってプロポーズしてくる的なやつやろ。夢を見るのは寝てる時だけにしましょう。いいですか、今から耳が痛い話しますね。男女とも一番結婚する人が多いのは26歳から28歳です。多くの人が26歳から28歳で結婚します。そんな中で、女なら最もモテるはずの20代で特に誰からもプロポーズされてないとしたら、男なら最も結婚を迫られるはずのアラサーで彼女すらいなかったら、一番モテるはずの時にすらモテなかったあなた、30過ぎて外見も若い時より衰えたあなた、冷静に考えて、そんなあなたに待ってるだけで好みのタイプが声をかけてくると思いますか。思えるとしたらちょっとおめでたすぎませんか。30過ぎたら自然な出会いはありません。特に女子、今男子はとても不安。このご時世どうしたって父親のようには稼げないし、自分より稼ぐ女性もたくさんいます。家族を養う自信なんてなかなか持てない。そんな自分が女性にプロポーズなんて無理。男子はみんな自信なくしてる。そんな時に好意を示してくれる女性がいたら、私も共働きするから大丈夫だよって言ってくれる女子がいたら、光の速さで落ちます。白馬に乗った王子さんは待ってる場合ではありません。急いでください。自ら馬に乗って王子を口説きに行きましょう。ちなみに30を過ぎたら王子はほぼいません。ゼロではないけど、自分もね、金持ちで美人の王女じゃないと王子とは釣り合いません。自分が平民だと自覚がある場合は落ち着いて平民を探しましょう。絶対に王子がいい。譲らないのは個人の自由ですが、先に言っておきます。女性の場合、あなたが35歳を過ぎたら普通の男性とすら出会えなくなります。王子は20代から争奪戦だけど、アラサーからミドサーで平民もね、ほぼ全て結婚します。年収と見た目とコミュ力が普通の男は大体もう30の前半では結婚してしまう。男子もそうです。気をつけて。結婚願望が強い女子は早めに結婚するから、微妙な男と結婚するくらいなら独身でいいって思ってる女子に当たりやすくなってしまう。おごってもおごってもフェードアウト、訳言っても訳言っても青い山。32歳で婚活したらおおらかで柔軟な女子にいっぱい出会えるけど、40歳で婚活したらこだわりが強い女子とエンカウントする率がめちゃめちゃ上がってきます。20代30代40代に上がるごとにノーマルの女子はいなくなって、一見素敵に見えてもね、 SSR の女子が多くなります。 SSR って何か分かりますか。すごくすごく理想が高いの略です。いいですか、男女どちらも早めに動かないといい人に遭遇できる。自分を好きになってくれる人に会える確率が下がります。じゃあどこへ行けばいいのか。心から結婚したいなら、もうプライドを捨ててね、結婚相談所に行ってほしいんですよ。あなたは職場や習い事、サークルやセミナーやボランティアでの出会いを期待しているかもしれませんが、そういうところでいい人に出会っても、恋愛ベタな男女が恋愛まで持っていくのはかなり至難の業。彼氏彼女を作るならまだいい。でも結婚考えるんだったら、相手の年収や宗教のありなしや結婚願望、共働きしてくれるのか、将来同居可能かとか、いろいろ知りたいことが出てきます。でも付き合ったばかりでそんな話をしてしまうと振られるかもしれない。だからといって確認せずに2年付き合った後に結婚とか考えてなかったとか、専業主婦になりたいとか、実は新興宗教の教祖です言われたらすごい困る。どうしたらいいのかな。結婚相談所はね、
最初から相手のスペックが分かってるし、相手には必ず結婚する気があります。スタッフのサポートがある結婚相談所なら、恋愛ベタでも相手の気持ちが分からなくて困ることもありません。しかし相談所は絶対に嫌、どうしても自然に出会いたい、そんなあなたがね、取る選択肢はもう一択です。相談所に入らずにできるだけ自分に合った人に出会おうと思ったら、この一択です。この方法しかないと思う。その方法とは友達の紹介です。ベタベタベタやん、別にもったいぶって言うほどのあれちゃうやん、全然普通やん。今ね、そう思ったでしょ、このアンポンタンチスカポンタンが。いいですか、友達の紹介をなめてはいけません。前もってね、スペックがある程度わかるし、絶対に独身で恋人はいないし、結婚願望もね、あるかないかわかってるわけです。しかもあなたのことをよく知ってる人があなたに合いそうな人を紹介してくれる、それが友達の紹介。付き合いだしたら喧嘩しても友達が仲を取り持ってくれるし、結婚を言い出しにくかったら友達が代わりに聞いてくれるかもしれない。共通の友達がいたら別れにくいし、浮気もしづらいんですよ。もうこれ最高オブ最高。恋愛結婚よりお見合い結婚の方が離婚しないのは有名ですが、それよりさらに離婚しないのが友達の紹介での結婚です。どの出会いよりも一番うまくいく可能性が高いのは友達の紹介なんです。いいですか、男女ともに友達に紹介を頼みましょう。いい人を紹介してもらうには3つのミッションをクリアしましょう。今まで友達同士をくっつけまくってきた私からの心からのお願いです。1、外見を磨いてから紹介を頼め。誰か紹介してほしいの、まずその服を着替えろ。おしゃれなワントーンのコーデ、全身グレー、もう墓全身ベージュ。父、墓と辻に人間は紹介できない、生きてるから。他にもね、カーキに茶色にからし色、秋の訪れを告げるな。男にモテそうな服をね、着てください。紹介はそこからです。そんなのありのままの私じゃない、中身を見てほしい。ありのままで今まで結婚できてないから今独身なんちゃうか。最初はね、外見しか見るものがないの。南米行ったらわかるのか。ジャージで寝癖付きのありのままの男は嫌やろ。おしゃれでも革ジャン、スキンヘッドで鼻ピアスの男も嫌やろ。普通の髪型で普通のスーツやジャケットの男が一番安心する、そうではないでしょうか。男子もね、ジャケットぐらい変えましょう。パーカーで初デートすな。とりあえずね、新しい服と靴とカバンを買って髪を切れ。歯医者にね、半年行ってないやつはまずクリーニングに行け。もう話はそれからやと。明らかに行けてない男女を大切な友達に紹介したい人はいません。紹介してほしいなら外見は最低限頑張ってください。続きまして、2、あまり注文をつけない。冷静にね、考えましょう。あなたが橋本環奈なら大企業のハイスペイケメンを紹介するし、あなたが玉木宏なら40代でも50代でも若い女性を紹介します。そっちがね、何も言わなくたってこっちも釣り合いが取れる相手を紹介します。注文しようがしまいがお似合いの相手しか紹介しません。美人で細くて E カップ以上で28歳までの子を紹介してっていう男と、紹介してくれるだけで嬉しい年上の女性でも全然気にしない、家は近い方が嬉しいかなぐらいしか言わない男と、どっちの男にね、自分の大事な女友達を紹介したくなるかよく考えてください。3つ目、礼儀を尽くせ。結婚できないタイプは 100% 紹介された相手に文句を言います。釣り合いが取れてるって何度言ったらわかるのか。自分のね、お似合いの相手だとまずそこを受け止めてください。紹介してくれた人に絶対に相手の悪口を言うな。どんだけ自分をいい男いい女だと思ってんのって思われるし、それ言った時点で2度目はないです。身元の確認、スペックの調査、連絡先の交換、相談所がお金をもらってやってることを友達は無料でやってくれてるわけ。まずは紹介してくれたことにね、心から感謝する、そこからのスタート。一度やってみたらわかるけど、紹介って本当に気をつけます。会って気に入らないからって失礼な態度を取られたら、その子との友情にも亀裂が入るんやから。友達が紹介してくるんやから性格はいいはずです。絶対異性として見られなかったら友達になって、お互いに異性を紹介しましょう。相手には先輩も後輩もいるし、友人も兄弟もいるかもしれない。この子にね、知り合いを紹介したいって思われるような会話をして帰ってきてください。漫画でもドラマでもアニメでもスポーツでもいいので、相手がハマっているものを前もって友達に聞いて予習していって、一緒に語り合うぐらいのサービス精神は入れてほしいなと思います。はい、ということで以上です。皆さん、付き合いの浅い人に頼むと全然好みじゃないタイプが来ることがあるから気をつけてください。できるだけね、仲が良くてあなたのことをよく知ってて、あなたの幸せな結婚を心から祝ってくれそうな顔の広い友人にお願いしてください。善は急げです。皆さん、私の経験上、女子はね、20代前半は紹介しやすいんです。
でも28を過ぎると結婚をね焦ってそうやから嫌がられやすいんですよ。男もね30過ぎると年収がないとちょっとやっぱね紹介しづらい。なのでいい人に出会いたいなら若いうちに紹介を頼んでください。で、異性を紹介してくれるような友達がいない。そうなんや。なんかごめんね、元気出してね。よかったら私友達になる？うちにね入会したらねすぐ友達になれるよ。動画の概要欄から無料の入会面談申し込みますのでぜひ行ってみてください。はい、ということで今日は結婚相談所に入らずに結婚するにはどうしたらいいのかというお話について語り通しましたが、いかがでしたでしょうか所長。何も喋りませんでしたね。笑った。ありがとうございます。はい、ということで一応締めていただいて、僕はチャンネル登録この動画でします。はい、チャンネル登録お願いします。結婚物語チャンネルは毎週木曜日6時から更新しております。今日の話を聞いて結婚相談所行こうかなって思った方は概要欄からホームページに飛んで入会相談をしてみてください。それでは皆さんまた来週さようなら。友達になりましょう。3日は笑う。あれか、電車で落ちた。もうあかん、あかん、これドツボにハマったらこれあかん、あかん、あかんパターン来たよ。今いいですか、30過ぎたら自然な出会いは、ごめんなさい、いいですか、30過ぎたら自然な出会いは、あかん、もうあかん、これ所長すいません、時間食って全然大丈夫、はい。Thank you.